部のひなこです。応援よろしくお願いします。黒豚食べて太りたいと思います。水浮き持ってます、はい、ボールは上がるでしょう、きっと。花道の右いっぱいの方向に飛びましたね。ちょっと右に外れていきましたね。今もう少し左だとずっと寄ってくる、少し傾斜があるんですけどね、はい。中野さん振りましたね、今。そうですか。でもいいボールだったと思います。はい。あ、センターに持ってきました。渋野日向子です。はい。届いてくるところまで来たと思います。うん、押さえるような方向を出して。ちょっとね、深めというか、まあ、ダッフィーと言わないですけど、そういう感じですよね。うん、しにくいですから、うん、そういう意味ではちょっとこう難しいショットだったでしょうね。今のショットです。早めにネックがこう捕まりやすい、うん、入射角になりやすいですからね。こんなにつま先下がるんですから、うん、そうですね。やっぱしょうがないでしょうね、天候含めて。あ、でもよく姿勢を、そうですね、珍しくちょっとこう目が泳いだような感じにも見えましたね。3日目が終わりました。渋野日向子です。今日はワンバーディーワンボギーという、ちょっと逆目気味ですかね。やはりこうパッと見ると傾斜は少し強く見えるので、なかなかこう打ちにくいっていうのはあったと思います。初めての挑戦が終わりました。2021年は挑戦する気持ちを忘れず最後まで走り抜けたいと話していました。小野さん、いよいよ渋野日向子の2021年がスタートしました。始まりましたね、はい。まあ、今年も多分アメリカに行ったり、はい、日本で戦ったりというシーズンになると思いますけれども、ライはいいですね、はい。でもただエッジまで距離があってピンがすぐそばにあります。今週は暑かったんですけども、今週はそうですね、涼しい感じでやりやすいんですけども、空気がそんなに良くないので、また違う意味で選手たち大変だと思います。うん、そして1番渋野日向子のティーショット、打ち終わった後すぐこうティーを拾うというところで、やっぱなんかいい感じなんでしょうね。はい、この18番は平さん、ティーショットの注意点どのあたりですかね。そうですね、まあ、狭くなってますので、とにかくまっすぐフェアウェイ真ん中を狙っていってほしいです。ああ、素晴らしい。これが今大会最後のティーショットになりますが、本当にティーショット安定してましたよね。安定してました。池越えの37ってことは8番ぐらいですかね。はい、うん、攻めてきました、はい、バーディーチャンスを作ります。
15番はもうティーショットも思い切って振り抜いていきました。残す3ホール、5番アイアンです。おー、よかった。うん、キープしました。はい、1番ホールから見ていて、まあ、練習の姿も見ていていかがですか、今日の渋野は。やっぱり、はい、あの練習場ではまだいいんですけど、このコースに一番若干状態に力が入っている感じがしましたよね。あ、そうですか。これをで3番ホールにして今このショットは力が抜けてましたね。5番アイアンですね。ショットです。ピンまで73ヤードですね。58度のウェッジ。完成はやや右から。バーディーを取りたいホールです。おお、チャンスにつけます。はい、なんできっちりレイアップできてフェアウェイからフルスイングに近いスイングができたのが良かったですね。もう一度ご覧いただきます。まあ、それはあの彼女がね、はい、アメリカでもメジャーに強いじゃないですか。やっぱりあのメジャーっていうのを。フェアウェイのセンターから。今日は一番奥にピンが切られています。はい、奥に切られて、そう。そして渋野日向子が17番のセカンドショットです。フェアウェイのセンターから。今日は一番奥にピンが切られています、はい、奥に切られてその近くに寄せてきました。小田さんいかがでしょうか。はい、よく突っ込みせずって感じのコースじゃないですかね。これは果敢に来ましたね。これはもうベストポジです、ここでチャンスにつけました渋野。ここにこう円を描くようなトップの位置が低いスイングです。これはランも出てこっちを捉えました。最後ですからね、思い切って。しかもこの後には4月からはアメリカツアーでの戦いが待って、そして渋野日向子は8番ホールです。難易度の高いホールの一つ、この打ち上げセカンドショット。かなり奥になりました。ご覧の風の中での戦いとなっています土佐カントリークラブです。はい、にしてこう数字が伸びないと元の自分のスイングに戻したりする選手も多い中で、
徹底して頑張ってますよね、うん、その辺はこうなんていうんですかね、強さを持ってるんじゃないでしょうか、その中でスイングを変えてもいいイメージをこう保ち続けるっていうアスリートの強さっていうのを持ってると思います。この18番のセカンドショットはどうでしたか。まあどんな9番の渋野です。ショートアイアンが背中にグリップが位置があるっていうのは、はい、今のスイングはあれですね、今までのスイングですけど、うん、今年のテーマを自分手のグリップが大きく変わってましたね、はい、最近はコントロールしてますね。でもあります、サントリー所属本大会のホステスプロ渋野日向子。メジャーホルダーですから、なかなか、ね、すごいですよね。なかなか全英女子オープンですから、全英女子オープン覇者、覇者ですから、素振り変わりましたね。パッシブ系でしょう。パッシブ系なんですね。ということはあれですね、さらに上を目指してということだと思います。はい、あ、うん、全然違いますね。全然違います。ジョン・ロー・ランかと思いましたよ。それからダブルボギーというスコアも出ています。昨日はバックラインノーボギー、4つ一気にスコアを伸ばしていった渋野。さあどうか、手前からと自力のところでした。ですからね、やっぱり寄せを保とうと、悪いショットであったと思います。山内は14番に入ってきています。オーバーにチャンスに持ってきました。赤堀さん、はい、渋野の少しコース沈めればトップ10に入ってきます。渋野12番。難しかったですね、今のストロークは。うん、うん、12番はバーディーならした。耐え、しのぎたいパーパット。今日はここまで3バーディー、3ボギーのパープレー。渋野はしのぎました。いいストロークですね。7ヤードほどの打ち下ろし。
11番とバーディーで5アンダー。おー、ここはバーディーチャンス。ですね、でも10番も7番も打って、たぶん11番も7と近くて、大体同じ距離でこう来てるのを打ち上げてないですか、はい、それにしても素晴らしいですから、何か村口さん、本当にこうショット安定してる印象、そこが彼女だといいですよね、こんなにタイトルなのに。取りました。パー5のセカンドです。フィニッシュのところで余裕がありますよね。そうですね、うん、いやタッチ合わせるのも難しいでしょうが、どこまで持ってくるか。ファーストパットを登っていますが、いや、勇気あるパットですよ、この上りを。久々に笑顔しましたね。バーディーパット11番曲がって読みました。5アンダー、これでスタート地点のスコアに戻しました。かなり重いラインだったと思うんですけれども、うん、あ、ここはよく沈めていきました。昨日のバックナインが服部さん、渋野です。田辺が今ずっとね取りましたよね。アプローチの切れ方とかすべて見てるでしょうから、はい、読んでくださると思いますけど、これがパーパット。あ、ここはチャンスが来ました、まあ、渋野は今日前半18番がバーディーはバーディー3人、鹿児島フィニッシュホール。今日は1日で20ホール、厳しい雨と風の中、多少ラインが、ね、分かるんじゃないかと思いますね、川本さんが見てて。足場の方が少し高い感じがしますよね。
そうに見えるんですけど、そうでもないですよね。もう最後のところにギャラリーの声援もね、改造して海外で戦えるスイングを身につけたいという渋野日向子。まだまだ今スイング改造中で自分のものになってないのでね、ちょっと苦しいですね。本来ならもっともっとあのバーディーチャンスにつけて、はい、あのいいスコアで回ってくる選手なんですけど、それだけの力があるんですけど、今ちょっとスイングを改造中でそこまで気がいかないですよね。なんとかこうパッティングに助けられてるっていうことが本当にいいですけど、
でもそれでも13アンダーだからな。ボギーが今日ありません。あの攻めの姿勢というのも少し忘れかけてたかな。スマイルも少なくなってきたかな、うん、ということで今週は初心に帰るということを一つテーマに掲げたこの渋野、まあ初日はそのスマイル全開という中で体が強いですよね。腕の力も足の力も全く頭の位置が浮かないで、しかパワーをボールに、ね、伝えてますよね。そしてここからの引きつけもですよね。そうですね、やはりあのちょっと不安ながらやっぱりゴルフしてるかなっていう感じなんですよね、うん、そんなにこうピンをこう刺してくるショットっていうのが多くはないんです。堀口さんに解説していただきましょう。そうですね、あの前傾姿勢が彼女の場合は体格にも恵まれてるんですけど、前傾姿勢が深く、そしてまあ選手が塩谷さん初優勝を果たして、なおかつまだこれから勝ちそうな選手もゴロゴロいるというような女子ツアーになってますね。こんな年は今までなかったと思いますね。 LPGA の歴史の中で本当にこれはすごいことだと思います。はい、渋野バンカーからのアプローチです。少しちょっと風のジャッジも難しいところはあったんですが、そうですよね、これかしました。18番バーディーありますからね、奥にピンの奥に落として戻すっていう打ち方を結構 やる選手が今日多いと思いますね。そういうショットは、はい、平瀬さんやっぱり勇気のいるショットになるわけですか。いやそう立っているかもしれません。やっと入ったかっていう感じだと思いますよね。はい、14番で渋野がチップインバーディー。今大会はアプローチも一つの課題、難しい状況かもしれません。まあとにかくこの日本の女子ツアーをリードしている5、60ヤードのアプローチだと思いますがね、はい、今日は手前から27ヤードのピンの位置です。今日の渋野で追いかけるこの渋野、15番413ヤードのパー4。ナそんな状況になってきますね。そう、今自分にこう課せられてる、こうなんでしょう、今やらなきゃ。さあ単独のトップで迎える大会の3日目最終ホール。いや何かこちらを見てこちらまで微笑ましくなります。フェアウェイキーププレーがしたいですと、そう話しています。そうですか、1年前ステップアップツアーに人の心を掴んだ。お願いいたします。そうですか、はい、LPGA ツアーチャンピオンシップ飛行カップ、今年の女子ツアー全39戦の最終戦、メジャー大会4大メジャーの締めくくりです。渋野の強さはいつでもピンを狙う攻めのショット。今年8月、日本人として42年ぶりの海外メジャー制覇。あとこういう時もうこれはもうスネークラインで、もう右に曲がる左に曲がるって感じだったので、はい、めっちゃ優勝したから両手上げちゃったんですよ。めちゃくちゃ喜ぶでしょ、みんな。
仕上がっちゃってるよ、だって。うるせえよ。はい。見てこれ。たとえ試合じゃなくてもゴルフとなると一切の妥協はありません。こうシャフトのシナリオを意識するのが一番大事なんですか？ヘッドスピードが上がるのでやっぱりそれで飛距離も飛ぶので、はい、そこはやっぱりシナリオを感じながら打つ意識はします。打つときにあしなってるなっていう風に感覚で感じるんですか？いや、あんまり分かんないです。でも映像を見てあこれはいいな、ね、悪いなっていう、はい、あの映像だったりコーチに見てもらったりとかしてそこで、はい、綺麗ですね。シナリオを感じるよ。今の映像をご覧いただきますが、綺麗です。ありがとうございます。なんかクラブが痛い。です。はい。渋野3打目です。戻れ。どうも。狭い位置に運んできました。バーディーパット。2連続バーディー。ちょっとフェアウェイから。なんかいいリズムですね。はい。アプローチ持ってます。あ、来た来た、ナイス、素晴らしい達也みたいな感じで出ましたね。こういったラインだと結構ねパターを持つ選手が多いと思うんですけどね、はい、違うチャリティーマッチに力んでしまい思わず、いやガード全然大丈夫でしょ、来て、おやだね、はい、ここに触れるとね、球筋もストレートに近いボール打ってくれると一つ一つの動作はシャキッとしています。さあ2日目始まります。8オーバーでスタートです。やりました。うん。うん、面白い。うん、最高。
惜しいね。打った後にちょっと右に体重かけてって。あ、無理だ。ダッペンだ。ペナルティー食らいました。
10番ぐらいのロフトですかね。おっと、これは引っ掛けオーバー、距離、このアプローチ。もう一度その第3打のショット見てみましょう。方向も完璧ですね。100ヤードぐらいで、諸見里のプロが気をつけてることなんですか。1メートルちょっとぐらいですかね。2メートルないぐらいかな。ここからの映像ですと、あのクロスハンドのグリップがよく見えるかもしれませんね。真ん中から決めました。うんうん、熱い、いいから出口まできっと熱い長い。一発飛ぶなって。しっかり長距離取れてますよね。ナイスショットです。はい。ピンの下、下。2日目、ティーオフです。どの辺をこうドライバーショットに注目したいですかね。そうですね、あの、ま、コース自体も飛距離はそんなにあの距離がないところなので、やはりこう渋野さんのこの飛距離が、はい、あの、はい、あの、魅力、あの、なんかすごく武器になってくると思うので、思いっきりあのドライバー振っているところを見ていきたいと思います。そうですね、昨日はドライバーは振ったホールは完璧でした。すべてフェアウェイをキープしました渋野。ちょっと狂ってましたけど、はい、不安だと本人は言ってましたけど、今週も青木コーチ一緒に行ってらっしゃるような感じですよね、うん、快挙の瞬間をもう一度ご覧ください。昨日戸張さん久々のねアンダー出ました、はい、ってことが絶対大事ですよね。なんか合わせる打ち方っていうのはこの高麗グリーンには合わないですもんね。おお、今は回りました。入るでしょやはり追う立場と違いますよね、はい、なると優勝争いを繰り広げる他の選手たちが、あの後やはり17番をどう攻めるか。渋野は最終ホールが今スパーセーブとはなりません。4アンダーフィニッシュということになりますね、はい、それでも4アンダー考えながらプレーしている、そんな感じですよね。これが8番。おお、8番もバーディー決めました。今日は10番スタート5アンダーですから10もうね行ってもいいんですが、ですね、イーブンパーになるとわかりません。このショットもねクリーンコンタクトじゃないんですね、うん、あの振り抜けてないっていうかですね、これを。リオ選手エリエールレディース2日目、4位からスタートした前回女王の渋野日向子。前半パットが入らずスコアを落とします。しかし17番パー5の第2打、
グリーン手前の池に入るもボールが飛び出すラッキーショット、これに思わず渋野もスマイル。このホールしっかり沈めバーディーとした渋野、4ヤード、少し追い風ですよね、はい、3ウッドぐらいですかね。現在1アンダーという渋野ですが、9番のパー5、しっかりと乗せてきました。2オン成功、距離はありますけれども、これをねちょっと強めに打ってほしいです。復調してきたパッティングで、はい、どうだ、来るか、来ました。渋野日向子イーグルを取りました。これで3アンダー。続くイーグルパット、これを沈めショットで見せます。6番のパー4の第2打です。見事です。バーディーを奪い、この時点で単独トップに立ちます。復調のきっかけとなったどっしり構えるパッティングでこの日5つのバーディーを奪い、素晴らしい。しかし終盤スコアを落とします。